ドゥアルド、そして脇坂です。ああ、エドゥアルドも古巣になるんですね。そうですね、16年から18年まで川崎にいました。最終ラインで島川です。樋口、飯野、入れ替わってドリブル縦に仕掛けていきます。飯野七瀬、折り返し、いいボール、先制しました。サガン鳥栖流し込んで岩崎、いや久しぶりのゴールじゃないですか岩崎。まあここで1回止まるんですけど、アウトサイドでクッとかわす、そこからもう縦に勝負、まあ、あとは抜き切らないうちにクロスを入れましたよね。ちょうど旗手の股間を抜いて、あとは狭いエリアをすごく抜いていくようなボールでしたけども、岩崎も背後に回りながら左足のインサイドで流し込む、素晴らしいゴールでしたね、はい、シーズン初ゴールになります。先頭から島川、一度下がっていいの、シンプルに坂井、見事2対0。すごいクロスでしたし、まあ、これも岩崎同様にこう何でしょうね、合わせるというか坂井うまく合わせたと思いますけど、今日これでチャンスメイクいいの2つ。そうですね、まあ、このボール素晴らしいで、これも山村の最後にいながらボールが上がる時に中に入ってきてるんですね坂井は、はい、でそこからこうすらすようなイメージで外に流していくようなボールの、このスピードも素晴らしいですし、まあ、このヘディングもなんかプレミアみたいな感じですよね、はい。まあ、パススピードがあったからこそ、こう合わせて角度を変えるだけ、はい、変に振る。キーパーの逆、前半で3対0です。できなくなりました。まあ、試合数がね、違うので何とも言えませんけどね。中に先頭と坂井、入れ替わって岩崎、食べるラストパス、中野、ナイスカバーですね、まあ、ね、決定機でしたけども、あ、いいとこ、旗手ダブルタッチで反転ターンから右足、いやでもすごい、本当にすごい、あのルーレットというかターンができて、ね、シュートまで持っていけるんですから。